はい、皆さんこんにちは。ワンチャンク生活のね、2回目ですね。まあね、前回なんとなくこういろいろ設置して整えて、まあやっとまともなフィールドになったかなって感じで、まあここまで来て木は植えたんだけどね、木植えてちょっとまた生えてきて、またこれで木材、ちょっとこれ葉っぱが邪魔なんだけど、まあとにかく木材をね、いっぱいあった方がいいのでそれ用に木は植えていて、で今回ね、そう前回そう鉄を手に入れたんでね、いろいろ鉄の、道具を作りました。はい、鉄にバージョンアップしたので、まあ今日はなんとしてもね見つかるかな。まあ今日はというかね、まあダイヤ見つけたいよね。まあやっぱダイヤがこのエリアの下でですね無事に見つかるのかっていうのが分かりませんもうここのこのね、このエリアのこの下しか掘れないので、まあこの中にダイヤが埋まってなかったらもうダイヤは手に入りません。なのでまあ無事にね見つかることを祈ってるんだけど、まあとりあえずねやっていこうかなと。で今回はねちょっとさらにねこれだけじゃ寂しいのでね、ちょっとね農業をねちょっとしようかなと思って、この小麦ちゃんをね植えようということだ。こうしてもうちょっとこれでいいかな。はい、でまあこれを育てつつ、これなかなかねなってくれないんであれなんだけど、はい、それで育てつつですね、鉄がねできてきたので、この鉄でねあれをなんだっけな、こいつバケツをね作ろうと思ってたんで、これ水をねやっぱ入れて、ちょっとエリアをね、農業のエリアはね直々に広げたいので、まあちょっとバケツ作っときました。はい、ということでね、まあ早速いろいろやりたいことあるんだけど、またね下にね掘り行ってダイヤをね探しに行きたいよね。見つかるだろうか結構頑張って探してるんだけどね、まあこうやってねちょっともうなんとなくこう螺旋状に行って、もう下にとにかく掘り続けるしかないんで、そうね、まあでも今大体どこまで掘ったかな、これちょっと待って、下バーって行って、まあこのチャンクの中でねやっぱりやらなきゃいけないので、掘って掘ってだいぶ下来たんだよね。これが今ねどんぐらいだろうね、 Y が今29だから、まあ11とか12ぐらいだよね。まあそこまではやっぱちょっともうちょっと掘っていこうかなと、このままで。まあなんとしてもねダイヤちゃんをね見つけたいわけですよ。はい、あ来た、皆さんゴールドです。ダイヤじゃないけどちょっとゴールドでも嬉しいわ、やったね。いやゴールドが来ただけでもちょっと気分が晴れるわいや嬉しい、もう今日一番、あ待った、荷物がいっぱいすぎるわ。これこっち小麦捨てようやったやった、いいね、オッケー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 、あーいい、今日もしダイヤ見つからなかったら今日はあれだね、ゴールド発見みたいな。あ鉄、あいいね、ちょっと待って悪くないね、よいしょ。いやー本当はねダイヤなんだけどね、ダイヤが見つかってくれれば、言うことはないっす。あまたこれか、ちょっと荷物整理してくれよかったな、ちょっと整理していきます。さあ戻ってまいりました。そしてまたねこの地道な、あでもあいいね、結構素材が出てきたね、あーいいねいいねいいっすね、はいはいはい、どん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 掘って、いやーでも鉄になっただけでもだいぶ楽だからね、まあこれでさらに今日ゴールドが見つかったから、まあゴールドでまた作業もねさらに効率化されていくでしょう。いいね、石炭も徐々に回収しつつね、最初は石炭のあれだね、ありがたみがあったけど、もうだいぶやっぱ結局掘れば石炭もたくさん出てくるから、まあそうでもないかなっていう感じだよね。さあだいたい12、どんぐらい今、ここが12だから、まあこの辺りでねダイヤがあるかどうかだよね、出てほしいな。あーでないねー、これさこのチャンクの中でさダイヤモンドとか出る、これちょっと待って、エリア結構めっちゃ気使ってるからね、これ出るのこれ結構難しいよね。
だってそのだからこの要するにこのあれでしょエリアの中にもうダイヤがあれだよね埋まってなかったらもう手に入らないってことだよね。だからもう最初のそのロケーションの地下にダイヤがあるかどうかっていうもうそのランダムゲーというかねもう最初に決まっちゃうよねいやしんどいな。あってほしいんだけどね。あ、鉄があった。いや鉄も嬉しいけどもうなんかねえだん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 こう鉄が手に入りゴールドが手に入ると最初は鉄がめっちゃ嬉しかったけどまあだん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 ねえありがたみも薄れなんだ鉄かとまあそういう風になってきますわ。ああダイヤ欲しいな。出ないね。どうしようかな。いろいろ悩みますな。さあまあダイヤがねちょっと出ないんで一回戻ってきました。まあとりあえずねゴールドが手に入っただけでもね、まあ、ゴールドの作ってですねちょっと進化させたいなと。さあその間ですねまたこれまたこのねめんどくさい葉っぱをね処理しつつね木材をねまたちょっと食べていきたいな。いろいろやること多いな。やっとあもうちょいかもうちょいこの葉っぱを処理し終わってまた木材を刈る。まあね素材がね本当にねこうやって何こう限られたエリアだからこう森林の中をねこう歩き回って存在あ何そこら中に生えてるさ木をさそこら中に生えてる木をなんかその取っていけばいいっていう単純な話じゃないから結構大変なんだよねいろいろやることがそうよいしょ植えとこうないよいしょ OK。まあ、でこれで木がまた生えるのを待ってこれ今木材を手に入れて、まあ、だからね何が言いたいかというと素材が大事ですよってことだね。はい、何をするにも素材が必要なんだけど、あ、牛来ねえかな。ちょっと待ってな。牛、あ、牛、来た。いやいいですね。ちょっと柵作ってないんだよな俺。ちょっと待って牛をとりあえずねあれしよう。とりあえずこの貴重な牛をね。あごめんこれ大変だな。ちょっと待ってごめんな。来てとりあえず家の中ぶち込むか。とりあえず家の中来てもらおうか。入れる？入れない。ちょっと待ってな。いや牛はね育てたいのもあるしもう待ってごめんこれ大変めっちゃ大変なかなか来ないから動物ここ。ちょっと待ってな押しといてとりあえず柵とか作りたいんだけど、はい、はい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 。とりあえず牛をねキープしようと。大変だな。でちょっと待ってとりあえず閉じ込めよう。あごめんてるわいろいろ、はい、大変だわいろいろ。よし、これで出れないでしょ。え出た嘘マジ。はいはいはい来てよしオッケーオッケーオッケー。あーこいつかこの変なブロック俺作っちゃったからね。よしで一回俺に出させてもらってごめん焦ってるわよしよしこれでちょっとあれだね牛捕らえた。やったね。ちょっともう一匹来るかな。いつ来るかわかんないけど、まあ、とりあえず牛一匹確保しました大変なんだって。ここ通過してくれる動物じゃないとさ捕まえられないから。これもう来なかったら永遠にこれあれだよ何にも育てられないからね。もう一頭来てほしいんだけどね。なかなかたまに来るんだけど豚とかが。でもまあ言うてこの貴重な牛をね一匹手に入れたんでね。はい、こいつとりあえず捕らえときましょう。さあゴールドできたかな。あーできました。いいね。ついにやばい。どうしようかな。嬉しいわめちゃくちゃ嬉しいわ。金のインゴとかやっと手に入りましたね。これでまたいろいろクオリティがアップできるね。さて、まあ、とりあえずゴールドもできたのでまた今度はねダイヤモンドをまた掘りに行きますよ。まあ、とりあえずね牛も確保できたし収穫はあったということでまたね
地道な採掘に戻りたいね。じゃあ、いや、ダイで出る？もう絶対なんか出なさそうなんだよな。すごい出ないと思う。もうこのもう降りるのもめんどくせえわ、これ。エリア気使うとさ、なかなかこう、まあ、こうやって降りるのが一番安牌かなと思って、こうやってもうひたすらこう、エリアを出ないように掘ってやるっていうね、いろいろ考えてるんですけどね。おお、初めてのレッドストーン来た。いやー、出ましたな。初めて。出るけどなー、ダイヤさんは来ないね。いや、これでもさ、こんだけ掘ってるけどさ、これまあ出なかったら出なかったでもね、ダイヤなしでやるしかないよね。どうしてもダイヤ欲しくなっちゃうけどさ、まあもうちょっとあと深く掘るかどうかってとこだよね。これ今これあの上と同じエリアをね一応掘ってるんだけど、 16×16 をね。まあでもここで出なかったらもうあと深さをね変えるしかないんだよね。上行くか下行くか。あ、鉄があった、やった、鉄があったね。よし、そうだね、 OK。 いやマジさ、これ出なさそう。とりあえず鉄取ろう。よいしょ、もういいか、だ出なかったら出なかったでもこれ鉄でね生きていこう。いやどうしようかな本当に。ちょっと待って、最初の方はさ、いやいつか見つかるだろうと思ってたけど、これやっぱ出ねんじゃねっていう出ないんじゃねっていう、そんな感じになってきたな。なんかかすりもしないよね。さあとりあえずね、ちょっとツルハシがね壊れちゃったんで、ここでね新たにね、どこだっけ、そう、金のツルハシをね最初に作ろうかなと。とりあえずこいつで掘りまくろう。さあさあ戻ってきたよ、もう大変だわ。とりあえずまたねダイヤを求めてひたすらこの金のツルハシちゃんで掘ります。出るかな、頼むよ。やばい、やっぱりゴールドは消耗早い、やべ。もう一瞬で壊れそうになったからもう鉄に変えるわ。あー出ない出ない。これどうすんだろうな、これ一応地下までどんどんさらに掘り下げてって掘った方がいいのかな、出てくんのかな。今日の目標ダイヤ見つけることなんだけどね、一応ダイヤに適正なところでこれは掘って、まあこのチャンクにあればの話なんだけどね、まあなかったらもう終わりなんだけど。やばいなー、全然ない。これは結構めんどくさいかもね。まあだからこれ今一応あれだね、 Y が12あたりで掘ってるから、まあこれとここの上下だね、もうちょっと下行くか上行くかっていうところ掘って、まあこれでダイヤがもし見つかんなかったらもうもうどうしようもないよね。ないもんないもん、ないもんないわ。だから見つかんないんだろうな。いやー、ありません。まあここになかったから、まああとはないね、ヒントもない。だからまあこれのより上と下をまた掘ってこの近辺をね、今 Y12 だからもうちょっと上と下を掘って、まあダイヤがどれだけ見つかるかって話になってくるから、まあ今回ちょっとダイヤをね見つけられなさそうだね。一応掘り終えたもんここ。まあ、これの上とかをねまた地道に掘っていくしかないよね。よし、はい戻ってきましたと。いやーちょっと今回ダイヤ見つけられなかったね。いや想像以上に大変だなこれ。ちょっとはい、まあダイヤないならないなりにねどうにかやりたいんだけど、まあこのなんて言ったってこのワンチャンクの中だからね、まあ、ここの下のどっかにないとダイヤは手に入らないわけで、まあそういう苦労をねちょっと今回感じましたね。はい、まあでもねそうは言ってもほら
収穫がなかったわけじゃないから今回ほら牛1頭来ましただからもう1頭来てくれればね、これたまに通過するんだよここ動物がね。だからそうやってさっきのこの牛が来た時みたいに、ね、そうやってまた通過した時にねまた手に入れればちょっとねお仲間が増えるかなっていう感じで、はい、ということでねちょっと今回はねダイヤ発掘に行ったんですがね、まあ想像以上に大変だということでしたね。はい、ということでね今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。